ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パワタルです。というわけで今回なんですけども、公式発表まとめ、お得なお金稼ぎまとめです。では、公式がね、英語版で更新されました。で、新車とかね、割引情報などを詳しくね知りたい人は、説明欄のクイックアップデートまとめを参考にしてください。今回 BMW 風のね、サイファーという車両が新車両として登場し、さらに無料で手に入ると。また新しい新号棟がなんと全部フィナーレ報酬2倍というわけで、この後も紹介していきますけれども、最も簡単な新号棟のフィナーレとね、準備をね説明していきます。また DJ のリクエストミッションが報酬2倍になっていたりとか、またはね、リトルカーレーシングというちょっとね古い感じの GTA のね、上から視点みたいなねレースがね、報酬3倍とかいろいろあります。来週は、このねスワラ風の車両も追加されると。しかもカジノ景品はランドストーカーというね、豪華な車両となってます。また今週の割引車両はほとんど早い車両なんで、これぜひね、お金貯めて購入するといいと思います。この後はお得なね、3つのお金稼ぎ紹介します。新号棟、報酬、フィナーレが2倍、今週の短時間高額ソロお金稼ぎの2つを紹介していきたいと思います。まず1つ目なんですけれども、新号棟、このオートショップを購入すると可能なんですが、これ短時間で簡単にできる。そしてこの号棟はランダムに3つずつ出てきます。オートショップの購入方法や最初の準備ミッションのやり方わかんない人は、初めての方はね、初心者講座を固定コメントから参考にしてください。で、例えばランダムに3つ出てくるもので、これがね、好みのものじゃない、まあ希望のものじゃない場合、消したい強盗をまず開始して準備1つやってみてください。で、外に出されたら電話でセッサンタに電話をします。このオートショップの強盗ミッションフィナーレまで1つでも何かねクリアしていれば、このように電話でキャンセルすることができます。で、キャンセルするとまた電話かかってきて、どこどこへ行けって出るんですが、これクリアできない状態になってますので、クリエイターに行きます。で、もう一度招待限定セッションに移動してください。で、出現位置をオートショップにしていれば、到着した時にこのホワイトボードに出る3つのもののジョブが変わっています。で、この中でめちゃくちゃ簡単なもの、現時点で新しい強盗も追加されましたが、今でもめちゃくちゃ簡単なのはこのスーパーノート取引です。これオプレッサーマーク2あれば超簡単です。で、ざっくりね、まあ手順をね紹介していきます。めちゃめちゃ詳しくゆっくりの解説を、見たい人は固定コメントの方を参考にしてください。ではまず下の準備を始めます。で、ターゲットとなるハッカーを見つけます。で、倒します。で、倒すとこれ手配度がついちゃうので、このねポケットをね探るように右十字キーを押しておきます。で、探ったらオプレッサーマーク2などに逃げて手配度を消して、で、ハッカーのアパートに行き、ウイルスソフトウェアをハッキングのするやつを盗みます。で、戻ると。この準備、手配度を消すのも含めてだいたい5分ぐらいでできちゃうかなっていうぐらいで、めちゃくちゃ簡単です。続いてなんですけれども、追跡装置です。これは、軍事基地に行くんですが、トレーラーを探します。で、倉庫の中にあるパターンとこっちの外にあるパターンがあります。倉庫の中の方はね、固定コメントの方で解説出してるんですが、外の場合見せてませんので、解説を出していませんので、このようにね、ちょっと遠いところからね、まずトレーラーを撮影します。で、これだと全然見つかんない状態ですね、敵の、視点からね外れてる状態で。これうまくいくと、これスッと中に入ることができるんですね。なので、ちょうどこのぐらいのタイミングでこのような停車位置にして、で、後ろ向いてるんで、今のうちに、このねトラッカーをつけちゃいます。で、もうあとは急いで逃げるだけです。これ急ぐいで逃げるときにちょっと見つかっちゃったので、このように手配度ついてますけども、うまくいくとこれ全然見つからずにね逃げることも可能だったりします。まあ、ちょっと戦うとね、結構ねダメージ食らったりとか、まあオプレッサー壊れちゃうとかあるので、注意してください。では、フィナーレの前に、このオートショップ近くの2台ガレージとか6台ガレージにオプレッサーマーク2などを入れておくと、めちゃくちゃ、攻略が簡単になります。この、スーパーノート取引の強盗ミッションフィナーレでは、なんとオプレッサーマーク2を使うことができます。では、フィナーレ開始します。で、今週期間中はね、フィナーレの報酬が2倍なので、このスーパーノート取引の、報酬は30万ぐらい稼げます。では開始したら、まずさっきの2台ガレージとか6台ガレージに行ってください。これね、他の強盗だと入れない強盗もあります。で、この中に入ります。続けてオプレッサーマーク2乗り込み、外に出します。ここちょっと出づらいんで注意してください。で、ターンして、このようにターゲットを後ろにいる敵を一発倒す。
続けて前に出てきた車両ですね、これを一発で倒す。でこの機動作センターのダメージ、右下のね目標のライフが1個ね区切ってあるとこ以上ね倒さないように注意してください。また中身出てくる敵が3発ぐらいね当てないと壊れないので注意してください。あとはこの中に入り右十字キーを押してでライフルとかを構えて頭の高さぐらいにしてね敵を頭一発で倒すような風にします。であとはこのボックスを4つ右十字キーを押すと、であとは逃走するだけっていう感じで、めちゃくちゃ簡単なんで、まああんまり戦わなくてもいいっていう感じですね。まあオプレッサーマーク2があればっていうことなんですけども、まあぜひねこの、強盗ミッション、準備からフィナーレで、最短で12分ぐらいでできちゃいます。なのでまあ時間かかっても20分ぐらいで多分できると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。またこれね強盗フィナーレの報酬見えるときになんでか真っ暗になっちゃうこと結構あるんですが、これちゃんと30万ぐらいもらえてます。でこの後の表示で16万とか出てますけども、実際お金は30万ちゃんと入ってますので安心してください。というわけでね、今回は報酬2倍の新強盗フィナーレの中でも最も簡単なものを一つ紹介しました。続いて2つ目のお金稼ぎなんですけれども、今週のタイムトライアル攻略です。今回この位置にあります。表示オプションからその他でカスタム表示にしてください。その他のところですね。そうすると紫のね輪っかが出てきます。でこうやって切り替えて出すことできます。で、この攻略法なんですけれども、なるべく直線が速い車両を使ってください。例えば F1 のオープンホイール車両だったりとか、まあ、今週割引してるねレジェンダリーモータースポーツの割引だったら結構ねいけると思います。クリーガーとかエムラスでも多分いけると思います。ほとんど高速道路をずっと走っていきます。なので車両を追い越したりすることがありますので、バイクとかの方がちょっとやりやすいかなということで、白鳥ドラッグもしくはショータルアトリを使うのがいいかなと、まあ、予算ない人はねバーティー RR でもギリギリいけるかなと思います。今回白鳥ドラッグを使います。で、紫の輪っかのところで右十字キーをしてゴール地点を確認で、紫のねこれルート出るんですが、これ行くと全然クリアできませんので、もうね、北の方にぐるーっと回ってこのねポチポチとねマークつけたところを通っていくっていう感じです。なので全然ルート違う風に行きます。北の方をぐるーっと行って、ルート通り最後戻るっていう感じですね。では実際にねやっていきたいと思います。三角長押しでリスタートで開始をします。この時バティ RR の場合はウィーリー走行、左のスティックをね下にするとスピードアップします。また翔太郎とか白鳥ドラッグの場合は左のスティックを前にして前かがみにすると速くなります。なので、バティ RR よりは結構コーナーがこの辺多いので、翔太郎とか白鳥ドラッグの方がやりやすいかなと。またどうしてもぶつかりそうな時だけブレーキをする、それ以外はほとんどアクセルを一瞬離すとか、まあそういったね感じでね曲がっていくと。またね曲がりきれないような大きなカーブであったら、アウトインアウトというね外から入って中で進入して外で抜けるみたいなことをちょっと意識すると曲がりやすいかなと。スピードを落とさず曲がりやすいです。また野良車両が急に左に曲がったり右に曲がったりする可能性あるので、交差点などで追い抜くときは気をつけてください。また歩道ギリギリで走るとちょっとね障害物が当たる可能性あるので注意です。このようなルートで行くと結構いいんじゃないかなと。また、雨の日だとこれね今雨で撮影してますけれども、ちょっと滑りやすいので注意かなと思います。まあ晴れてるね昼間がめちゃくちゃやりやすいと思います。こうやってねちょっと霧がかってると先が見えないので注意です。またこれ視点をねちょっと高めにするとか遠い視点にするとより遠くが見やすいのでやりやすいかなと思います。まあタイムトライアルをね一人称でやってる人とかあんまいないと思うんですけど、基本的にはこうやって見渡せる状態で走った方がいいですね。特に車を追い抜くとき、そして対向車がいるときは注意です。ここ曲がりきれないときはね一瞬ブレーキしたりして、ね、しますね。でこのあたりまでほぼ全速力で行きます。続いてこのまま行くんですけれども、だいたい多分ねこのマーカーつけているとちゃんと曲がるルート多分出てくると思います。で次の大きな交差点を左に曲がっていきます。その時の野良車両の動きとかもよーくね予測しながら曲がってください。左からねギュッと曲がってもいいし、右から大きく曲がってもいいと思います。ここ渡るとき注意です。野良車両がね急にボーンとそのまま突っ込んでくる可能性もあります。でこのあたりもねスピード出しすぎると曲がりきれないので一瞬ブレーキはした方がいいと思います。あとはこの辺から全速力で行き、なるべく前かがみで走ります。対向車とかねぶつからないように注意です。またこの先ですね、ちょっと橋みたいところをね登っていくんですけど、ここで引っかかる可能性が出てくるので注意です。ここね橋のね左の方に行っちゃうとぶつかっちゃうんで注意です。このままよーく見てください。橋の真ん中を入るようにして、で次に最後ですね、
最後のところね気を抜くとやられるので、このあたりは確実にギュッとねブレーキしてもいいので、このあたり木に当たらないようにして、でゴールっていう風に目指してください。1回目の報酬は高額、2回目以降は参加費程度となっています。続いてなんですけれども、 RC タイムトライアルというやつです。これはね、アリーナを持っている、さらに、RC バンディートという150万ぐらいするものを持っている人だけがチャレンジしてください。お金にめちゃめちゃ余裕ある人は、買ってみて、チャレンジしてもいいです。今回のところはちょっと難易度高めかなと思います。 RC カー慣れている人は結構攻略しやすいと思うんですけれども、雨の日はあんまりおすすめしません。失敗したら右十字キー長押しでリスタートです。では実際やっていきます。視点を一番遠くするといいです。また夜から深夜、また早朝にかけての方が NPC が出づらいのでいいと思います。曲がる前にアクセルをフッと離すということをやります。またこの辺りはねアクセル半分ぐらいをずっと押すっていう感じで、全速力はほとんどやりません。アクセル半分ぐらいで行くと大体いいかなと思います。またこれカーブが多い時にはアクセルをフッと離して曲がるっていうことを繰り返していきます。特にこの辺りね全速力はできませんので、アクセル半分ぐらいでずっと行き、やっとここで全速力してグッと曲がる。続けてここですね、一番右のねルートを通ります。でジャンプしてブレるので注意です。ジャンプしてね着地するときにアクセルフッと離すといいです。次もここも同じです。アクセルフッと離して着地で、また全速力全速力離す、でカーブしてまた全速力全速力、曲がる前にアクセルを離すというパターンですね。で離す、でまた全速力離すっていう感じです。でまたこのあたりは半分ぐらいのね、アクセルかなと思います。続いてこれ左のターンにしていくんですけど、こっから全速力です。全速力でいき、アクセル全開でいき、ここでフッと離す、でまた全速力全速力で、ここでフッと離す、で半分ぐらいでずっとゆっくりいきます。半分ぐらいの感じでいきます。このあたり S 字にクイックイと曲がります。注意してください。でこのまま左に曲がる、で次のチェックポイントをギュッとねターンします。右にターンです。思いっきりターンで障害物注意してください。でこのあたりですね、ここは特にゆっくり行った方がいいです。ここゆっくり行ってください。引っかかるとね時間ロスします。ゆっくり行ってゆっくり行って、ここもゆっくり行ってください。これ左にぶつかんないように注意してください。またこう野良車両出てきますので注意です。ギュッと右に曲がり、でゴールを目指すと。これね何回かねチャレンジすることになるかもしれませんけども、1回目は高額が報酬、2回目以降は参加費程度です。ぜひ参考にこの3つのお金稼ぎやってみてください。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。